杉野貴則のすげえ話。はい、杉野貴則のすげえ話。やっとですね。やっとね。今回はなんとなんと、俺ないと思ってましたもん。グリズリー。グリズリーこと小柏剛選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、本当に忙しく、この、まあ、初めて2年ぐらいですか、僕らの番組も始まって2年目なんですけど、はい、全くオファー出しても来てくれない。いや、違う、かなりのレアキャラだった。違う、全然オファーしてくれないじゃないですか。だって、拓郎君とか友樹君とか、まあ、ゆうや君もそうですけど、うん、俺の年代近い人たちやってるのに全然俺こない。いや、本当に毎回こうやって言ってますけど、僕は誘ってたのに。いや、違う、全然来てくれなくて、やっと来てくれてありがとうございます。昨日忙しいの、やっと LINE 来たと思って。やっと LINE 来た。前日のオファーを、1日前でも受けてくれる、めちゃくちゃいいやつです。本当にいい選手ですね、本当に。いや、もう早速、番組見たことあります？僕はないんですけど。俺、ひろきさんのあります。はい、あ、ひろきさん、やりましたね。やった。ひろきさんの。だいぶ前ですけどね。それだけは見た。キャプテンだもんな。僕は見てないです。あの、尊敬する。はい。してない、ひろきさんの。してねえな。本当にもう、気になったね、確かに。そんだけちょっと気になる存在だよね、ですね。いや、確かに。いや、そんな、剛の生い立ちをね、早速ですけど、探っていきたいなと思いますけど。この足の速さは、もう、どこから、やっぱ、兄弟も、両親も足速い。ああ、兄弟、兄ですけど、兄がいるんですけど、兄も速いですね。あ、そう。父も早かったらしいです。あ、そう。はい。え、地元はどこでしたっけ？地元は関東の方です。いや、広い。関東のどこって、関東のどこって言わない人が多いんで。今、大宮ニュースですね。あ、そうです。はい。はい。なんで、まあ、そうっすね。いやいや、ちょっと、そんな隠す必要ないじゃん。地元大事にしないと。群馬県です。あ、群馬なんですね。確かに。群馬なんですね。じゃあ、知ってて質問してるじゃないですか。いや。なんかいつも関東だ、埼玉だ、東京だみたいな。なんか自分が所属してきたクラブのところを地元にしようとしてるから。そう、正直変わんないと思って。変わんない。まあ大きいね、グループで見れば変わんないですけど。あ、そうなんですね。何歳にちなみにサッカー始めたんですか？サッカーは幼稚園年中です。ああ、みんなそんな感じだね。はい、5歳ぐらい。お兄さんの影響で。そうっす。最初からフォワードで。まあでも、そうっすね。ディフェンスをやったことないです。でも身長は全然変わってないもんね、幼稚園から。もうずっとちっちゃいです。いや、変わってない、変わっただろ。そんなに突っ込んでくんないと。今140？ いや、160っすね。差が読んでるんですよ、毎回こうやって身長聞くと。違う、59の人って60って言いたかったんですよね。67っすよ。67あります。本当に？だから菅さんと3センチぐらい違えよ。83あるわ。ふざけんなよ。それはみんなそういうことばっかり言って、ただ顔のサイズがでかいから、そのバランス的に小さく見られがちだけど。違う、俺80代なんで。いや、びっくりしたっすよ、菅さん顔のでかさに。違う、だね。バカにしてんすよ。まあまあ近いなと思って、俺と身長が。はい。まあ確かに、まあ強し寄りだよね。いや、そうっす、上の人に比べたらね。最近小次郎くんがね、帰ってきてね、あの練習参加してくれてるんですけど、久々にあの2メートル台見ると、でかく感じるか、やっぱね。でかいっすね。そういうのとか、あの小次郎が毎日会ってるとあんまり感じないんですけど、やっぱり。だから、でかい人って見慣れるなと思ってたけど、ちっちゃい人を見ても全然見慣れないですけどね。常にちっちゃく見えるし。あと、グラウンドでもやっぱ走り方とかもさ、コンパクトじゃん。よりちっちゃく見えてさ、すごく親近感湧いてます。確かに、そうです。駒井さんとかもね。いつも呼び捨てなのに、なんで、なんでそのつけたんですか？危ない、今、駒井って言おうとしましたけど。いえ。吉明ね。吉明くんもね。はい。まあ、そうだね。やっぱ、夢が出るよね、でも身長だけじゃなくてもね。世界的にもね、別に、その身長でやってる人もいっぱいいるもんね。はい、全然います。特に前の選手はね。はい。そして、幼稚園からサッカーを始めまして、はい。地元で始めて、はい。その大宮ユース、ジュニアユースか、ジュニアユースまで行くまでのその経緯ってどんな感じだった？はい、ああ、でも小1とかは近くのスポーツ少年団に入ってて、小4ぐらいですかね、小4ぐらいで、なんかちょっと、まあ、
親が送り迎え しないといけないようなクラブチームみたいな、うん、強いチームがあって、はい、行かせてもらって、別に名前言ってくれればもう、あ、本当ですか、喜ぶじゃないですか、まあ、それは中川ドリームっていうチームだったんですけど、うん、なんで分かってますか、いや、なんか名前言うの嫌じゃないですか、いや、全然そんな誇りですから、地元の、はい、あの、青木たけしさんとかいるんですよ、先輩に、へえ。結構ね、いい選手、群馬は輩出してるもんね、はい、そんなイメージあるよね。まあ、でもそこは1年ぐらいしかいないんですけど。ないんかい。めちゃくちゃ痛くなってる。最終的にファナティコスっていうチームに。あの、自分が噛んでるから。違う俺はちゃんと聞いてたけど。噛んでないですよ。言えてないっておかしいでしょ、自分の紹介したチームの。ファナティコスっていう。ファナティコス。ファナティコス。おだから、どういう意味なんですか、ファナティコス。なんか、どこだったかな、どっかの言葉でサッカーバカみたいな。へぇ。まさに、はい、まさにそうですね。まあ、いや、まあまあ、もうさすがに大人なんで。いやいや、まだガキでしょうが。今年何歳でしたっけ ?25 です。若いねー。じゃあもう3年目。そうです。もう3年も一緒にやってる。やってます。もっとやってません？いやいや、確かに。こんなバカにされる、3年でこんなバカにされるとは俺も、まあ、最近っす。最近やっとため込んだったぐらいの。ため込んにはなってないですけど。本当に辛いですよ、おじさんはもう。そこから、はい、ファナティコスから、まあ、小学校はファナティコスっていうチーム。そうです、6年まで、小6年、その中でなんかそのプロを意識し始めた年って、もう小学生年代であった。ああ、まあでももう、そのクラブチームっていうか、うん、あの親に送り迎えしてもらってみたいなとこに行った時からぐらいからはもう、プロになりたいなと。マジで、はい、どんなきっかけでそう思ったんですか？どんなきっかけ、まあでもなんかプロの試合とか見に行ったりしてて、ああ群馬だったらどんな、あ、まあ、初めて行った試合とか覚えてる？初めて行った試合が、あの、新さんがあの、ループシュートよく出てくるじゃないですか、あの、いや、レッツと鹿島のアウトサイドでよく出てくるの？いや、この前のドームの出てはい、や、切り替え。切り替えはいですね。すごい、ほら、いい、そういうループシュート多いから。あ、そんななんかもう毎回見てるんだ。いや、もう本当、結構有名な試合。僕、まあ、近く、J1 の試合を近くってなったら、うん、レッツとか、まあ、大宮もあったんですけど、はい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 、レッツの試合見に行ってて、うん、で、その時に新次さんがいて、うん、新次さんのユニフォーム着てて。そうですね、だからプロを意識したのはそういう新さんの試合とか見たマジで、はい、そんな人と一緒にやってるって どんな感覚だったの？不思議っす、不思議だし、そしてそんな尊敬する人があんなに舐め切ったタイプどういうことなんですか？全然ダメで、初めてサッカーの試合見に行ってループを決めた、はい、あの憧れの人に、はい、もう今はタメ語で、いや、タメ語じゃない、頭を撫でながら俺はたまになんかちょっと叩きながら、いやいや、俺は本当に新次さんはできない、新次さんにはできない、マジで、すげえさんぐらいはやめろ、やめろお前、新次さんにはできないです。あ、そう、はい、それはでも嬉しいね。だから俺からしたらカズさんみたいな存在だよね。そうなんですか、三浦カズさんと一緒にやったことが不思議な感じで、ね、あんなテレビで見てた人がみたいな、はい、してどんなきっかけで大宮に行ったんですか？中学校からでしょ？大宮は6年生の時に声かけてもらって、うん、声かけてもらって、はい、まあ、全国大会とか出たんで、群馬で、群馬で、どういうことですか？群馬のチームで、群馬のチームで、はい、はい、その当時もフォワードですね、ずっと、はい、いや、そこ大宮もセンスあるね、その選手を見つけ出して、こんないい選手になると見越してたわけでしょ。だってその時レッツとかも来てたの、声かけてくれてて、はい、ちなみにその何チームぐらいしてた？まあ、でもレッツと大宮、埼玉で取り合ってて、はい、そうそうそう、群馬のチームからは来なかったと。群馬のチームからは来てないですね。いや、見る目ありますね。してなぜそこで大宮に行くっていう決断をした？だって今当時でもレッツの方がね、人気だし、そうそう、はい、まあ、もちろん、まあ、名門だって、憧れた選手の試合を見に行ったのもレッツでしょ。そうそうそう、うん、いや、でもなんか練習参加みたいなして、うん、1個上の練習に参加するんですけど、はい、なんか全然大宮の方が強いなって思ったんですよ、その時は。で、まあ、入ったら実際にもずっと僕の一行為は強くて、それなんで大宮に行きました。そうなんだ、はい、大宮にいたのは6年間ってこと？6年間です。なるほど。その中でなんか、まあ、いろんな指導者に出会ってきたけど、自分の中で
影響されたその育成年代で、はい、影響を受けた人がいる。うーん、無理やり思い出さなくていいんだけどさ、それってパッと思いつくもんだから、それ。はい、はい、いやでも2人いて。おお、2人いるんだ、はい、伊藤明さんって。はい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 。今、今年、あ、今は多分そうですね、今年仙台やってたっすかね、うん、ジュビロとかもやってて、その人が僕中学3年間とユース2年間監督で、うんうん、あ、そうなの、はい、だって俺一緒にプレーしたぐらいの思い出ぐらいがあるからっすね。ああ、そうですね、選手の時、はい、そう、大宮でもやってましたし、フロンターレとかでもやってた人です、うん、その人はもう本当自分にすごい、なんていうんですかね、気にかけてくれて、今でも連絡とかも。本当にすごいね、まあ、なんかちなみに何歳の時にその指導、あ、言ったね、中3と中3、中学3年間と高校2年間、年間、ね、でも僕がユース上がるタイミングでユースの監督になった。へぇすごい。あともう一人は、もう一人は高校3年の時の監督が大塚慎二さんっていう、うん、大塚さん、わかりますか。わかりますか。大塚慎二さんはわかりますよ、もちろん。あ、わかります、うん、まあ、大塚さんは僕のこと知らないと思うんですけど。あ、知ってると思いますけど、コンサドーレでもやってて、うん、そうだよね、はい、その人が、まあ、まあ、結局僕、その時大宮トップ上がれなかったんですけど、あ、そう、はい、もうずっと、お前は、なんていうんですかね、日本代表する選手になれるから、大学行っても、そのお前のままで行ってくれみたいな感じで言ってくれて、そんなこと言われたら、ちょっと強いよね、ここ強いよね。まあ、そうっすね。こんな感じだけど、俺がイメージしてた強しはもうなんか全然気にしないのかなと思ったら、意外とナーバスなんですよね、彼はね。いや、まあ気にしいですね。結構気にしいだよね。まあ気にしいじゃない選手だってあんまりいないけど。そう見えてます、俺、あの気にし、あんまり気にしない選手に俺は最初思った。見る目ないんで。はい。全く分かってない人は、そうっすね。いや、だから気にしいっすよ、全然。ね、はい、意外とね。でもそういう指導者に会って、はい、6年間、もう群馬からじゃあずっと通ってたってことでしょ。中学3年間は通ってました、新幹線。新幹線どちらに住んでました。何時間かかる新幹線で。いや、新幹線は30分なんですよ。でも電車で行くってなると1時間半かかるんですよ。うん、でも走った方がいいんじゃない。いや、何言ってんすか。さすがに。さすがにね。いや、だから。いや、すごいね、情熱が。そこを許してくれた両親がすごいよね。そうですね。新幹線も経済的なところもそうだし。はい。心配は心配じゃん。いや、本当両親には感謝します。正直、高崎駅から大宮駅まで新幹線なんですけど、はいはいはい、僕、最寄り駅は高崎駅なんですけど、はい、車で行かないといけないんで、歩いてとかじゃないんで。ちなみにどんくらいかかるんですか、その最寄り駅。最寄り駅ってなんか10分、15分のこと最寄り駅っていうじゃないですか、はい、まあでも自転車だったら、まあちょっと20、30分ぐらいかかる。あ、自転車だったら、はい、はい、飛ばして。まあでも車だったら10分ぐらいだよね。そうです、車だったら10分。あ、じゃあ常にじゃあそこは送迎をしてもらわないとっていう、はい、お母さんお父さんに手伝ってもらって、はい、お兄さんもか、あの埼玉の人とか行ってたの。いや、地元なの。そうです。でもそんなあんまり地元の人で大宮のチームに行ってる人とかいなかったでしょ。あ、いなかったですね。大宮も多分群馬県から取ったの僕は初めてで、でも僕の下は、そのパナティコスっていうチームから行ってる選手は結構多いです。じゃあ一人者だ、第一人者だ。そうですね。そこのルートを作った。そのチームの僕3期生なんで、結構なんていうか浅いんで。だから今も結構強いんだ、名門なの。今も強いですね。 10期生ぐらいまで群馬で、あの全国大会出る全日本少年サッカー大会の、うん、は10連覇みたいな。マジで、はい、すごいね。だからできた…ザスパ草津じゃないんだ。あ、違いましたね。できたすぐからもずっと優勝。へ、最近どっかで多分負けちゃったと思う。めちゃくちゃいい指導者がいるってことだね。そうっすね。昔から変わってないってことでしょ。変わってないです。へ、すごい。その中学3年間は電車で通って、はいはい、そして高校から寮に入ったと、はい、寮に入りました。寂しいよね。どうだった、楽しかった。いや、楽しかったです。いや、俺も絶対寮嫌だったから、もう地元から出るの嫌だったんで、はいはいはい、僕は地元から通ってましたけど。なんか中学3年の3学期の時に転校したんですよ。あ、スターみたいなことやめて。中3の3学期に急に来るってこと。そうです。転校してくる。卒業するだけ。やばいやつが。
群馬のグリズリー来るらしいよってなるじゃん。いやいや、まあグリズリーらしいよ、次の転校生ってなるよ。しかもこの時期でみたいな。そうっすね。だから中学校の集大成に、はい、その学校の卒業式とか何の思い出もないんで。いやいやいや、一番最初に帰りましたね。嘘でしょ。終わった瞬間に。だって誰ともそんな卒業式あるの。まあ確かに確かに。誰とも写真撮るとかないんで別に。一学期しかやってない。三学期しかやってない。三ヶ月ぐらいはいましたけど。いや、その3ヶ月はもうどんな3ヶ月、もうそっちの方が知りたいわ。もうスターじゃん、スター扱いじゃん。ああ、来た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 みたいな。いや、でもその時、それこそ U15 の代表とかも入ってたんで、日本の代表来るらしいよ。日本代表来るらしいよ。で、そうなるよね。体育、1時間目体育だったんですよ、行った日の。はいはいはい。で、野球で。はい、やばいね。野球ほんとやばくて、はいはい、三振から始まりました。ざわつくよ。はい。代表って本当に運動神経いいはずなのに。でも彼のそのキャッチボールを見たら誰も引くっていうフォームがもう汚いとかじゃなくて、汚いとかじゃないですよ、もう気持ち悪いですよ。なんかもう利き手じゃ、逆手で投げてんじゃねえかぐらいの。できないっすね。意外なんですけど、スポーツ選手っていうかサッカー選手は他の球技とかできる人少ないよね。ああ、確かに。まあもちろんいるけど、意外とやっぱりその競技だけしかできない人多いから、はい、子供の頃とかキャッチボールとかしなかったってことじゃん。しなかったっすね。あとやっぱ投げすぎるとすぐ肩外れちゃうんで、脱臼率あるんで、それもあるよね。あの肩が硬いからなんじゃん、脱臼しちゃうのとか。かもしれないですね。いや、本当にびっくりした。肩、多分、小学生の時に脱臼してるんですよ。もう、早いな、なんか。だから多分それの影響ですね。いろいろ早いね、なんか。いや、いろいろ早いね。別にその速くないっすよ。足だけ、足だけ。はい。足は速いけど、羨ましいよね、もう。だって足が速ければプロになれるもんね。って自分で言ってるじゃん。まあ、そうっすね。何もないけど、足だけはありますよね。逆に俺らに足が遅いから、なんかめちゃくちゃ気持ちいじるし。まあ、逆に、もう本当、強しはめちゃくちゃ面白くて、その、ツッコミがうまいっていうか、その返しが。そうっすか。うん。しかもその返しが、なんかその先輩に対しても、なんか本当に、舐め切った返ししてる。いや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 。ヒロキとかにもね、ヒロキのいじりまくってるもんね。ヒロキさん好きっすね。ね、はい、あいつ嫌いな人いないもんね。でもヒロキさん人見知りっていうか、なんていうんですか、心許した人じゃないと。確かに確かに確かに。あんなバカみたいに喋れないじゃないですか。確かにね。いやでもあいつは珍しいよね、ああいう人間性はね、はい、なんかイメージと全然違う感じの。あ、そうっすね。そう、なんか本当メディアの前では本当になんかキャプテンらしいことしか言わないじゃん、はい、言えないじゃん。でも、杉谷さんのイメージは全然違うんですよ。本当に、はい、どんなイメージでしょう。いや、俺もっと怖いと思ってました。そのままの印象でよくないですか。もう今もう本当にため以下ぐらいの、同級生以下ぐらいの扱いされて、もう怖いのかけらもないし。いや、だから1年目とかは怖いと思ってました。本当に、はい、あんま喋ってなかったもんね。まあ、そうっすね。そんなことないでしょ。もう、なんか練習できてたから全然普通だったでしょ。そうっすか。でも1年目俺杉さんと話してるイメージです。2年目の途中ぐらいから。そう、はい、こいついけんなってどこで思ったんですか。あ、でもこいついけんなって思ったのは、うん、でもさ、結構最近っす。やばいやこいついけんな思ったの最近。怖いですよね、もう全員にそう思われてますから。ギリギリなんか詰め方が早いですよね、もうこの若手は。今の若い子はもうここまでいけると思ったら急にガーってくるね。でもなんか前のチームでは全然そんなことなかったみたいな。いじめられてましたね。いじめられてたっていうか、いじめてた。いじめてない、いじめてない。もっとこう。あんまり喋らなかったですね。あ、そういうこと。後輩とはね。そう。年上と喋ることが楽だったね。あ、うん。なんか年下と喋るの苦手だった、その男女ともに。あ、ちょっと分かるっす。分かる、はい、え絶対分かんないでしょ。いや、分かるっす。俺も年上の方が話しやすい。話しやすいです。へぇ、うん。ってことは、じゃあお付き合いしてきた方も年上が多いってことですか。いや。女性に関しても。全員同い年です。全員同い年。それも珍しいね。全員同い年です。たまたま。お、今思えば全員同い年です。へえ。こういう大きい男なんでね、そこは。何言ってモテますから、こんだけ足早ければ。小学生とかね。小学生足早いだけでモテるからね。ああ、体育祭めちゃくちゃ面白いです。野球やってる姿だけ見せなければ。ああ、もうめちゃくちゃ。え、泳げない、もしかして。水泳苦手。いや、泳げますけど、うん、いやでも最近なんかやったら泳げてないな。最近やったら泳げてない。それ泳げてない。いやでも小学生とかは習ってたんで。へえ。え、何やってきたの今まで、そのスポーツを。水泳やってたんだ。はい。ピアノ。ピアノ。はい。ピアノ、水泳、あと何やってたの。最近ですよね、だってまだ若いですよね。
俺が過去振り返るにはちょっと思い出せない。いやいや、25歳で過去を忘れちゃうと。あ、でも、あとはまあ、サッカーですかね、サッカーで。そりゃそうだろ。急にサッカー選手になるやついねえからな。まあ、習い事で言ったら、塾とかも行ってました。勉強もしてたんで、ちゃんと。大宮には上がれなかったってことだよね。その理由は、理由は何だったの？理由は、まあやっぱ、なんていうんですか、フォワードやってて、夏ぐらいに決まるんですけど、うん、それまでにプレミアリーグだったんですけど、はい、あれ全然点取ってなくて、そう、プレミアリーグっていうのはその高校年代のトップリーグだよね、はい、J1、J2 みたいな、それのいろんな高校もクラブチームも合わせたトップチームで、あまり結果を残せてなかったと。そうですね、なんでやっぱで、クラブユース夏にやるやつで見て決めるって言われて、うん、それもなんかベスト16で負けちゃって、うん、その試合も点取れなくて、うん、でもなんか大事なところで取れない、点取れないからみたいな感じで言われて、うん、って言われて、うん、ダメってなって、じゃあ明治大学ってなって、明治大学行ったんですね、はい、それはもうスカウトっていうか、あ、まあでもセレクション受けて、セレクションね、練習も行って、セレクション受けて、そうなってから10点取ったんですよ、9試合しかないんですけど、9試合で10点、プレミアリーグ9試合しかないんですけど、うんうん、後期10点取って、ね、はい、得点王になって、得点王になったの、はい、で、明治に行きました。え、それで、大宮側がやっぱり上がるみたいなことはなかったの？なかったです。ないんだ。でもなんか、上げとけばよかったみたいな感じは言ってましたけど、そうなるよね、はい、逃したいものでかいね、本当に。でもね、俺も本当につくづく思うけど、やっぱりその育成年代の、はい、まあ、大人、はい、周りにいる大人の選択っていうのは本当に、まあ、今はね、プロになれてるからいいけど、はい、その可能性を積んじゃってることも多いじゃん、はい、なんで彼がプロになれなかったんだろう、まあ、それはまあ実力、運とか言うけど、はい、そこをなんか大人がちゃんとサポートしてくれないと、だから俺らは運ついてるよね、はい、いろんないい人に出会ったし、っていう意味では、なんかこの年になって、まあ、そういう若手を見るようになって、いや、大人大事みたいな、その近くにいる大人ってマジで大事だなっていうのは。いや、まあ、そうです、本当、まあ、そんな自分で選べないじゃないですか、そうだね、その誰に指導してもらうとかって、うん、そうだね、それなんで、まあやっぱそういうユースの監督、うん、コーチとかになるっていうのは、まあ今なんかサッカー選手終わったらコーチやりたいとかっていう人も結構いるじゃないですか、うんうん、そのなんか無責任に自分は言いたくないっていうか、なるほど、やっぱ聖さん言ったみたいに、うん、そのそういう選手の可能性を積んじゃう、はいはいはい、場合もあるじゃないですか。そうだね。っていうふうに今思ってて、ああ。どんな真面目な話してんだよ、お前。どうしようか、ラーメン屋。かっこいいっすよ、ラーメン屋引退したからね。ラーメン屋、ラーメン好きでしたよ。全然好きじゃないですよ。ラーメンも大変だよ。もっと大変かもしれない、サッカー界も。強しからこんな話が聞けるなんて。いや。まあまあ、多分、まあ、メディアの前だから、そうやってぶってるだけだろうと思う。いや、でそれ言わない、言わない約束でしょ。すぐ隠れてね、隠してますからね、本性を。本当に。すごいから。え、でも大学だってそのいっぱい数ある中から明治ってなんだよ、はい、あ、でも明治と練習試合させてもらってユースの時に2年の時もしたし3年の時もして、うん、もうサッカーがすごいなと思って、ここに行きたいって。あ、そうなんだ、プロに行けないんだったら明治に行きたいっていうのがあったんだ、はい、そうですね、で、だから他のいろんなところに練習行ったりするんですけど、うんうん、僕の場合はもう明治だけしか練習行かずに。そうなんだ、珍しいよね、それはね。そうですね、で、なんか、まあ、明治側も、うん、まあ、よく思ってくれてたんで、だから逆に他の大学に行ってたらちょっと印象良くないかなと思って、もう明治だけ。意外と一筋ですよね。意外と、ね、意外と、まあ、そうですね。え、その中で、まあ、もちろん大学4年間もそうですけど、その育成の中でも、あ、プロになれるとかさ、あ、俺だったらいけるって思った瞬間って覚えてる？あ、でも1年生の時から試合に出れたら、大学4年生、大学の1年生、はい、大学の1年生の時から4年生の試合に出れてたんで、うんうん、その時に、まあ、このまま頑張ればいけるかなと。お、1年から出るってどうなの、大学生では結構珍しい。僕ん時は明治ではもうほぼいなくて、まあ、明治強いもんね、部員数もだって、ね、だいぶ多いもんね、まあ、あとまあちょっと癖があるんで、確かに
上下関係とか。上下関係ですね。なんか面白い話聞きますね、だって。挨拶の仕方とか独特なんですよ。そうそうす。どんな挨拶ですか。いやだからもう、一日、スゲさんに会ったら、例えば、毎回、うっすって言わなきゃいけないんですよ。うっす、はい、だから一回僕、部屋出てって、で、まあ、入ってきて、スゲさんに会ってるんで、うっすってもう一回言って。帰りも会っちゃったら、うっすって言わなきゃいけないんです。そんなとこにいるの俺には一回も挨拶してない。いやいやいや、してるじゃないですか。クラブハウスで。いやいや、今してます。挨拶ないよね、もう。いやいや、してますよ。もう家族になっちゃってる感じで。え、聞こえないですか、うすって言って。朝も、うすって言ってた。明治大学じゃないんで、大学引きずんないのですよ、僕らも。成長してるんで。あ、社会人なんで、すみません。だからさ。だから聞こえなかったな。うすうす言われても、俺ですよ。プロになってうすって言われても別に、何の嬉しさもないし、もうバカにしてんのかとかしか思わないよね。いや、もう全寮制、そうです。あ、全寮制なの。あ、でも一般制、スポーツ推薦で入った選手は寮で、一般制もいるんですよ。一般制ね。一般制ってなんかどっかの星みたいな。一般制ね。いやいやいや、なんか疲れてました。なんか昨日遅かったりしたんですけど、こっちは大学行ってるんで。え、うるせえよ、マウント取んじゃねえよ。僕が基準。ごめんなさい、すみません。行ってない人は語っちゃいけないもんね、大学に関してはね。確かにこれ一生勝てないもんね。そうっすね。でもまあまあこれから通うしかないよな。大学、そう、まあ、本当に一回行ってみたかった、あのキャンパスでの楽しい日常。はい。いや、あるわけでしょ、だって。はい。モテた。いや、全然だろうね。そう。モテ期ありました、今まで。モテ期っすか。うん。その中3の、その、あ、中1か、はい、中3の3学期に転校して、はい、何もあまりモテなかった。そこでモテなかったら多分誰も、どこでもモテないよね。いやいや、さすがにそこはモテましたね。そこモテた。3ヶ月ぐらいで3人ぐらいに告白されました。いやいや、モテ期だね、それ。それすごいね。それはまあ絶頂だったね。はい。今じゃもう何もないもん。おばしはおばしは。いや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 、まあ、そうっすね。なんか、サポーターの方も年齢層も結構上だったり。へぇ。まあ、だから僕のなんていうんですか、若い女の子とかはあんまり19番のユニフォーム着てないし。着てないよね。だいたい50番着てる。50番着てる。50番人気なんですよね。ほんと50番、名前も出したくないけど、あの50番。あ、50番ねって感じです。ここモテるよね。そう、みんながハチ君かっこいいって言われるの、ほんとに。名前出した。出したね。羨ましいですね。そうっすね。してそこから大学4年間。はい。まあ、寮で。え、大学4年間に関してもその育成の年代 の、はい、あの代表とかにも入ってたの？いや、入ってないです。入ってないんだ。あ、でもその大学選抜みたいなのにも入ってましたけど。うん。その日本代表とかには入ってないです。はいはい。まあ、今ほら子供というかその育成年代で、まあ、プロに行けない大学に行くのか、はい、他のまあプロのね、まあ、カテゴリーを選ばず目指すのかっていう、多分ま悩んでる人もいると思うんですけど、はい、その大学4年間っていうのはどういう、小柏にしてみたらどういう4年間だったんですか。それがいいのか悪いのかっていうのも、みんなに勧めるのかっていうのも含めて。まあ、なんかその中3、高3でプロに行けても大学に行く人とかいるじゃん。はい。あの三笘とかね、はいはいはい、そういう意味でなんかそういう意見多分聞きたい人いっぱいいると。俺も聞きたいし、はい、今後大学行く可能性もあるんで。なんかよく大学4年間じゃないですか、はい、まあ、結構長い時間を、まあ、遠回りするみたいに言われるんですけど、うん、僕全然遠回りだったなと思ってなくて、むしろその、まあ、高卒ですぐ試合に出れる選手もいれば出れない選手の方が多いじゃないですか、うん、多いね、間違いなくね。で、そういう選手よりも絶対練習量が多くて、うん、で、なんていうんですかね、練習量が多くて、うん、まあ、試合の数も多いし、うん、そういう意味ではその人たちを抜くための時間かなっていうふうに僕は思ってて、うん、まあ、僕はあの時間があったから今、うん、こうやって J1 で試合に出てる。そうね、もう1年目からも出てたしね、はい、かなっていうふうに思います。へえ、なるほど。だから結構悩んでる人は話聞くからさ、はい、だそういう意味でも大学行っても遠回りじゃないし、特にまあその高校でプロになって2年ぐらい試合出れないっていうんだったらちゃんと実践経験を積んで、はいはい、あとやっぱりいろんな人に触れるっていうのもでかいよね。そうですね、うん、なんかもう本当社会に出る勉強もするんで、就活だったり。そんなに睨まないでもらっていいですか。
お前してねえだろ的な。いやいやいや、マウント目線やめてもらって。怖っ。いや、バイトは してたんですか。バイトは禁止だったんです。禁止なんだ、はい。じゃあもうそこも全部両親のサポートで。はい。じゃあもうもちろん今でももう初日、初給料は親に何か買ってあげたとかあったんですか。いやでもしてねえな、すぐ出てこねえな。買ってあげた、でも本当そのいろいろ送ったりはしました。もうこっち北海道の美味しい食べ物、美味しい食べ物、はい、でこっち来る時があればもう、うん、美味しいご飯屋さんを連れてって。いや、さすがだね、こんなちっちゃいのにね、身長は。いや、関係ない関係ない、全然関係ないです、こう。ちっちゃいのに、こんなに優しい。器でかい、でかい。器は大きいっす。器って身長に比例するんじゃない。しないしない、そしたらだいぶ。だいぶそのまま比例する。そのまま、だいぶちっちゃい。